佐々木三蔵作「旗本退屈男」一時刻は宵の五つ前場所は吉原中野町それも江戸の太平が今絶頂という元禄さ中の中野町のちらりほらりと花の便りが昨日今日あたりから立ち染めかけた 春の宵いの五つ前でしたから、無論、氷客は出ざかり時です。だのに、突如として、色里に野暮な叫び声が上がりました。待て待て、待たぬか。うぬもに本差しなら、売られた喧嘩を買わずに逃げて帰る卑怯者があるか。さあ、抜け抜け、抜かぬか。 それもどうやら四十過ぎた分別盛りらしいのを筆頭に、いずれも肩のいかつい日本雑しが四人して、たった一人を追いかけながら、無理無体に野暮な喧嘩を仕掛けているらしい様子でしたから、どう見てもあまりぞっとしない話でしたが、売られた方ももうそうなったらば、いっそ男らしく抜けばいいのにと思われるのによくよく見ると、これが無理もないことでした。 年はよくとって十八かどこか名のあるお大名の古生勤めでもしていると見えて、普通ならばもうとっくに元服していなければならない年頃と思われるのに、まだふっさりとした前髪立ちの若手なのです。だからというわけでもあるまいが、何しろ一方は見るからに剣豪らしいのが、それも四人連れでしたので、 どう間違ったにしても不覚を取る気遣いはないという自信があったものか。中でも一番人を切りたくてうずついているらしいのが、最初に追っかけてきた四重侍に代わりあって、若手曲げの岐路を遮断すると、もう塚頭に手をかけながら、口汚く挑みかかりました。生っ白い面しやがって、優しいばかりが脳じゃないぞ。さあ抜け。 ぬかぬかかわいそうに若衆はかいま見ただけでも身の内がぼっと熱くなるほどな養殖を持っているというのにこういうやぼてんな人斬り亡者どもにかかってはせっかくまれな美貌も一向役に立たぬと見えて口汚く罵られるのをじっと忍びながらひたすらにわびるのでした。愛すみませんぬ。 あいすみませぬ。先を急がねばなりませぬゆえ、お許しなされてくださりませ。もうお許しなされてくださりませ。なんだとでは、貴様、どうあっても抜かぬつもりか。は、抜くすべも存じませぬゆえ、もうおめこぼしくだされませ。バカ者、抜くすべも知らぬとは何事じゃ。貴様、我々を愚弄いたしおるな。 どうもちまして。生まれつき口部長法でござりますゆえ、何と申してお詫びしたらよいやらわからぬのでござります。それに、主人のご用向きで少しく先を急がねばなりませぬゆえ、もうお許しなされまして、道をお開けくださりませ。お願いでござります。ならぬならぬ。そう聞いてはなおさら許すことまかりならぬわ。 どこの塩たれ主人かは存ぜぬがかような場所での夜向きならばどうせろくなことではあるまい。それに第一、ぬのその生っ白い面がシに触るのじゃ。聞けば近頃ものが面の優しいをり物にしてご体形出入りいたし侍風を吹かしているとか聞いているがうぬも大方その蛍侍じゃろう。 ここで我々の目にかかったのが災難ちゃ。さあ、抜け。抜いて潔く往生しろ。これで見ると、喧嘩のもとは、若手の姿が入弱なので、それがむやみと尺に触ってならぬというのが、その原因らしいのですが、いずれにしても脅迫されているのはただ一人、している他方は四人という取り合わせでしたから。 同情の集まるのはいつの時代も同じように弱そうなその若手の方で、心臓かむろ出前持ちの兄、果ては目の見えぬあんままでが口々にさざめきたてました。まあ、おかわいそうに、ああいうのがきっと仁助侍というんですよ。ちげね、あのデコボコ侍たちめ、きっと色に振られたんだぜ。なんの あんなのに色なんぞあってたまりますかい。誰も女の子がかまってくれねえので、八つあたりに喧嘩をふっかけたんですよ。しかし、言うは言っても、ただ言うだけのことで、悲しいことに民衆の声は、正義の叫びにはそういないが、いつも実力のこれに相伴わないのが遺憾です。芝居や講談ならば、こういう時に、打ちかけ姿の太夫が降ってわいて、 わちきの体に傷をつけたら、くるわご町内が闇になるぞえ。という短歌をちょっと切ると、ひとたまりもなく蜘蛛の子のように逃げ散ってしまうのが普通ですが、どうしたことか、今宵ばかりは不都合なことにも、おいらんだゆうたちに一人もお茶をひいているのがいないと見えて、そのお定まりの留め女すらも現れないあいにくさでした。 誰が言い出したものかその時群衆の中から残念そうにつぶやいた伝報な声が聞こえました「畜生、悔しいなこういう時にこそ長割下水のお殿様が来るといいのになちげえねえちげえねえいつももうお出ましの国言だのにな誰のことかよくわからないがこのつぶやきで察すると」 長わり下水のおの様なるものは、よっぽどこのご町外では異常な人気があるらしいのです。しかし騒ぎの方は、それらのざわめきが聞こえるのか聞こえないのか、なおしつこく四人の者がひたすらにわびっている若朱まげをいじめ続けるのでした。バカ者わびたとて許さぬと言うたら許さぬはさあ抜け ぬかずばぶったぎるぞいたけだかにわめきたてると必ような上にも執ように挑みかかりましたので等しく群衆がハラハラと手に汗を握ったとたんあおお腰のようでござりまするぞお腰のようでござりまするぞなほら長割下水のお殿様のようでござりまするぞえどどどこになるほどね。 お殿様らしゅうござんすねそうですよそうですよあの歩き方がお殿様そっくりですよ」。忠日を開いたかのごとくに群衆の中から叫んだ声が上がったかと思われるや同時にいかさま中の町通りを大門口の方から悠然と懐でをやってこちらにのっしのっしと歩いてくる一個の影がありました。 それも、尋常普通の人影ではない。背丈ならおよそ五尺六寸、上背のあるその長身に、ろいろ座やの長いやつをずっと落として刺して、身分を包むためからか、表は相十郎頭巾に深々と隠しながら、黒羽舞台を着流しの素足に粋なせったばきという凛々しい姿です。それと見て駆け寄ったのは、 お通し物の出前持ちかなんかであるらしい電報な兄でした。もう顔なじみででもあるかして駆け寄るとざっくばらんに言いました。殿「殿様殿様いいところへおいでなせました。早く来ておくんなさいよ!と」と頭巾の中からいとも静かに落ち着き払った声がありました。「うろたえて何事じゃ?」。だって これをうろたえなきゃ何をうろたえたらいいんですかまあれをごらんなせいましよ。ほほう,ほうあの者どもも退屈と見えてなかなか味なことをやりおるな。相変わらず落ち着いたことをおっしゃいますね。味なところなんざ通り越してさっきからもうみんながじりじりしているんですよ。あんまりあの4人の凸凹どもがしつこすぎますからね。 喧嘩のもとは何じゃもともこもあるんじゃねえんですよ。あしは初めからこの目で見てたんだから、よーく知ってますがね。あの若衆のご主人様がお忍びでどこかへお遊びに来ていらっしゃると見えましてね。そこへの御用の帰りにあそこの角までやってきたら、あの四人連れがひょっこりつらを出しやがって、屋ニワと因縁つけやがるんですよ。それもかすみてえなことを根に持ちあがってね。 若衆は笑いも何もしねえのに、笑い方が気に食わねえと、こうぬかしやがるんですよ。おまけに因縁のつけようにことを書いて、あの若衆の顔が綺麗すぎるから尺に触ると、こんなことをぬかしやがるんで、聞いてるものだって腹が立つの当たり前じゃござんせんか。ほほ、なかなかしゃれたことを申しおるな。それで わしに何をせよと申すのじゃ。知れたこっちゃござんせんかあんまりかええそうだから何とかしてあの若衆を救ってあげておくんなさいよ迷惑なことになったものじゃなどれどれでは一見して使わそう一向に無感激な物腰で懐でをやったままのっそり人垣の中へ入っていくと じろり中の様子を一瞥したようであったが、ほとんどそれと同時です。にんめり微笑を見せると、とも投げに言いました。せっかくじゃが、どうやらわしの女性を待つまでのことはなさそうじゃよ。なんでござんせいじゃ、殿様のお力でも、あの4人にはかなわねえとおっしゃるんですかいではない。 あの若者一人でもたくさんすぎると申すのじゃ。冗談おっしゃいますなよ。相手はあのとおり強そうなのが四人もそろっているんだもの。どう見たって若衆に分があるとは思えねえじゃござませんか。それが大きな見当違いさ。ああしてぺこぺこわびてはいるが、あの目の配り、腰の構えは。 まず免許会でも大儀上の腕前かな。見ていろ。今にあの若者が、もうこのように牙を出すから。言うか言わないかの時でした。しきりとわび続けているのに、相手の四人はあくまでも許そうとしなかったので、私はその必要さに呆れたもののごとく、一二歩後ろへ身を引くと、 やんわり片手を飾り作りの配当にかけたかと見えたが、かぜん、謎の相十郎頭巾が折り紙つけたごとく、その態度が一変いたしました。けだものどもめが、人間の皮をかむっているなら、もう少し聞き分けがあるじゃろうと存じていたが、それほど切られてみたくば、所毛どおり相手になって使わすわ。抜け、抜け、抜いてまいれ。 烈白の美声を放ってさっと玉散る刃を抜いて放つと、早急にほのぼのとした紅色を見せながら、さっそうとして四人のものの方ににじり寄りました。それも、今ま,まで入弱とばかり見えたのが、がぜん一変したのですから、そのさえまさった美しさというものはない、しかもその剣気のすばらしさ。 悔いを打たれて四人はたじたじとたじろぎました。しかし、もともと打ったけんかです。けだのどもたは何事じゃ。抜きさえすればそれで本も。ではおのおの、用意のとおり抜かりたもうな。四十みの分別盛りが下チを与えると、ただのけんかと思いきや、意外にもすでに前から計画してでもあったかのごとくに示し合わせながら。 ぎらりとハブスマを作りました。それと見て、にんめり微笑し,しながら、静かにつぶやいたものは、長割下水のお殿様と言われた不審の宗十郎頭巾です。ほうほう、あの若衆まげ、陽心流の子たちをたしなんでいると見えるのお気の毒に、あの奥義では、四人の大男ども、 この人前でさんざ赤恥をかかねばならぬぞ。そらそら、言ううちに怪しくなったようじゃな。みろみろ、左のやつが先にやられるぞ。つぶやいたとき、風か手の前髪がばらばらと額先で揺れ動いたと見えたが、ひらりと蝶のように大振り袖が翻ったとたん、言葉のごとく左翼の一人が、 長々と地に這いつくばりました。しかし、ゆかしいことに峰打ちの血を見せない急所攻めです。それだけに怒り立ったのは後の3人たちでした。小僧味なまねをやったな。おたけびながら、ひたひたと間を縮めて両翼発想に陣形を立て直しつつ、つま先せまりに迫ってくると左右1度が同時に襲いかかりました。 けれども、若衆の腕のさえは、むしろ胸がすくほどの鮮やかさでした。迫る前に左右の二人は少子なことに、右と左へ、最初の一人と同じように、急所の峰打ちを頂戴しながら、もろくも長々と這いつくばりました。それと見て残った四重絡みが、腕だこのごとく真っ赤になったとき、どかどかと人混みを押し割って、 もんていらしいものを六七人従えた一見喧客と思われるたくましい五さか焼きが突如そこに姿を見せると明らかに新手の女性であることを示しながら叱咤するように叫びました。ふがいねえやつらだな。こんな地獄小僧一人を持て余して何とするか。どけどけ。仕方がねえから俺がりょうってやら。 聞くと同時に戦国からの伝報な兄ががにわに、長割下水の殿様と称されている不審な相十郎頭巾に、かきすがるようにすると、けたたましく音を上げて言いました。いけねえいけねえ、殿様。ありゃ確かに今やかましい道場嵐らしの赤谷伝ろうですぜ。あの野郎が後ろ盾になっていたとすりゃ、いかな若衆でもかなうめえから。 早くなんとか救い出してやっておくんなせいな。ほほう,ほうあの浪人者が赤谷伝九郎か,たにで,んくろうかでは大人なげないが一泡吹かしてやろうよ。それを耳にすると初めて宗十郎頭巾がちょっと色めきたって静かにつぶやき捨てながらのっそり人垣の中へ割って入ると騒がず 曲げを後ろにかばったかと見えたが落ち着いたサビのある冷ややかな言葉が緩やかにその口から放たれました「呉道は言わぬこの上人前で恥をかかぬうちにあっさり引き上げたらどうじゃ何聞いたふうなセリフをぬかしやがってうぬは何者だそうか。 わわしがわからぬか。らぬ手数をかけさせる下郎どもじゃな。ではしかたがあるまいこの顔おを拝おまして使わそうよ。静かにつぶやきつぶやきおもむろに頭巾へ手をかけてはねのけたと見るやせつなさっとそこに威嚇するかのごとく浮き上がった顔のすばらしさ。 くっきりと白く広い額にありありと刻まれていたものは三日月型の三寸余りの刀傷なのです。それもさえざえとした青さかやきのりりしい表に深くぐいっとえぐり掘られて、静舌というか静縁というか、ちらりとこれを望んだだけでも身震い立つような見事さでした。と見るや不審です。 道場嵐の赤谷伝九郎といわれた剣客らしいやつが、じろじろとその眉間の傷跡を見ながめていましたが、驚いたもののごとくに突然ぎょっとすると、うろたえながらげちを与えました。悪いやつにぶつかりやがったひけひけしかも自身先に立って刃を引くと、終生朗媒しながら、 こそこそと群衆の中に逃げ隠れてしまいました。二、まことに不思議というのほかはない。恐るべき傷跡の威嚇というのほかはない。いや、不思議でもない、不審でもない、当然でした。赤谷伝九郎ならずとも、眉間のその三日月型がちらりとでも目に入ったならば、 逃げ隠れてしまうのが当然なことでした。何を隠そう、このいぶかしかった若武者こそは、これぞ余人ならず、今江戸八百屋町において、竹光なりとも刀さすほどのものならば、その名を知らぬもののない、旗本退屈男と異名を取った、早乙女紋度之助だったからです。屋敷は本所、長割下水。 六は直参旗本の1,200石、剣の奥義は篠崎竹雲斎の諸羽流、威嚇のもととなったそれなる三日月型の傷跡は、実に彼が今から3年前の31の時、長藩7人組と称された剣客団を浅草雷門において向こうに回し、おのおのこれを一刀なぎに切り伏せた折。 それを記念するかのごとくに相手から負わされたその傷跡でした。無論人を威嚇するに至った原因は、それなる七人をよく一刀なぎに切り伏せたからにもよるが、よりもっと大きな威嚇のもととなったものは、その時、モンドノスケが初めて見せた諸葉流王儀の青岩崩しで、当時七人組は、 江戸の町道場を人なきごとくに泣かせ歩いた剣豪揃いだったにもかかわらず、ひとたび彼の請願崩しに出会うや否や、誰一人これを破りうるものがなく、七人が七人ことごとく会えない最後を遂げたので、早乙女紋の之助の行名は、その時受けた三日月型の傷跡とともに、たちまち江戸御府内を覆うに至りました。 しかも、身は将軍家以外には膝を屈する必要のない天下五色さんの旗本という検問にいたので、赤谷伝九郎が三日月のその傷跡を発見すると同時に、手もなく消えてなくなったくらいのことは、別に不思議とするに足りないことでしたが、しかし、少しばかり不審だったことは、救われたそれなるおこしょうの方です。 よし手は下さなかったにしてもともかく祈難を救い出されたとすればお礼のひと言くらいは言うべきが武士の情報のはずでしたのにどうしたことか文度の助が気がついてみるとすでに若衆曲げの姿は煙のごとくいずちかへうせ去っていたあとでした方法ほうほう若者までが消えうせるとは。 少し期待じゃない。いぶかしそうに首をかしげていましたが、やがて静かにまたきんをすると、両手を懐に素足の接待を音もなく運ばせて、群衆たちの簡単しながらどよめき合っている中を、悠然として江戸町の方へ曲がっていきました。だが、曲がるは曲がっていったにしても、冷やかし一つするでもなく、 もちろん上がろうというような気配はさらになく、ただなんということなくぶらりぶらりと曲がっていっただけのことでした。しかし、何の目的もないかというにそうではないのです。実はこれがモンドノにあまり類のない旗本退屈男というような異名を生じさせたそもそもの原因ですが、 実に彼のこうして吉原ご長貝をブラブラとあてもなくさまよい続けることは昨日や今日に始まったのではなくほとんど三年来の一日一夜も欠かしたことのない日課なのでした。それも通い詰めた女でもあるのなら格別なことどこにそれと思われる相手もないのにただそうやって一回りするだけなのですから。 まことにかわりものですしかし、問答の助にしてみれば、大いに理由のあることで、せめてもそんなことなとしていなくては、とても彼はこの人の世が、いな、生きていることすらまでが、退屈で退屈でならないためからでした。退屈、退屈、不思議な退屈。 何が彼をそんなに退屈させたか言わずと知れたその原因は古今にまれな元禄という太平限りない時代そのものがこの終末な直気山旗本をことごとく退屈させたのでした。今さら改まって説明するまでもなくおよそ直気山旗本の本来なる植分は 天下騒乱有事の際をおもんぱかって備えられたはずのものであるのに、古尺なことにも江戸の天下は平穏すぎて腹の立つほどな太平ぶりを示し、せっかく無双な腕力を持っていても、これを活かすべき戦乱はなく、ために栄達の折もなく、むしろ杉樽は及ばざるにしかずのごとき、無事太平を次元しつつありましたので、 早乙女モンドノスケのごとき生っ粋の直参旗本にとっては、この世が退屈に思われるのが当然中の当然なことでした。しかし、モンドノスケは退屈しているにしても、世上には一向に退屈しないのがいるから、皮肉といえば皮肉です。高い山から谷底を見れば、 ウリやナスビの花盛りありゃあめでたいなめでたいなそんな変哲もないことがなぜにまためでたいというのか突如向こうの二階か,からどんちゃかじゃかじゃかというなりものに合わして奇声を上げながら歌い出した遊郭の声がありました「うふふ、タワのないことを申しおるな」。 いっそわしもあの者のどもくらいバカに産みつけてもらうと幸せじゃったな」。聞きつけて門度の助は悲しげに微笑を漏らすとやがてのっそりと道を変えながら墨町の方に曲がって行きました。とその出会い頭待、ま、ち伏せてでもいたかのごとくにバタバタと走り出ながらはしたなく行った女の声がありました。 先ほどからもうおこしかもうおこしかとお待ちしておりした今日はもうどのように言い難しても返しはしませぬぞ」。声の主は少子なことに身分柄もわきまえず大神旗本のこの名物男早乙女門答の助にもう久しい前から及ばぬ蓮舫を寄せているそこの淡次郎という家の 嬉しいといえば嬉しい女の言葉でしたがしかし紋度の助は冷ややかに微笑するとズバリと言いました「まいよまいようるさいことを申すやつよなわしがおなごや酒にたやすくおぼるることができたらこのように退屈なぞいたさぬわ」あっさりその手を払い捨てると 悠然として揚げや町の方にまた曲がっていきました。こうしてどこというあてもなくぶらりぶらりと二回りしてしまったのがちょうど四つ半下がり。居続け客以外にはもう灯籠もままならぬ深夜に近い時刻です。わびしくくるりと一回りしたモンドノスケはそのままわびしげに。 道を小野が屋敷の本所長割下水に引き上げていきました屋敷は無役なりとも表高1,200石の耐震ですから無論のことに一朝四方を超えた大邸宅でしかも退屈男の面目はここにおいても約除たる一面を見せて 下働きの女3人、庭番男が2人、門番倹約の若党が1人と、下回りの者は無人ながらも形を整えていましたが、肝心の上働きに従事する腰元、侍女、駒遣いの類は、ただの半分も姿を見せぬ変わった住まいぶりでした。しかも、それでいてこの変わり者は、 もう三十四歳という男盛りであるのに、一人の彩尚すらも蓄えていないのでしたから、何人が寝起きの解放、ないしは身の回りの世話をするか、はなはだそれが気にかかることでしたが、天はなかなかしゃれた動物種です。いとも嬉しいことに、この変わり者は一人の妹を与えられているのでした。 宝器まさに十七歳。無論のこと、礼老、玉をあざむく美少女です。名もまたそれにふさわしい、菊二というのでした。さればこそ、今へ入ってみると、すでにそこは夜のものの用意が整えられていましたので、退屈男は帰ったままの双十郎頭巾姿で、長いろいろざやすらも抜き取ろうとせずに、 まず、ごろり、ヤグの上へ大の字になりました。と、その物音を聞きつけたかして、さやさやたえなる絹ずれの音を立てながら、近寄ってきたものは、妹、菊地です。だが、ことのほか無言でした。黙ってスーッと入ってくると、探偵のほかげを避けるようにして、その美しい表を横にむけながら、 大の字となっている兄の後ろに黙々と寝巻きを買い添えました。それがいつもの習慣と見えて、退屈男も黙念として起き上がりながら、黙念として寝巻きに着替えようとした刹那。聞こえたのはすすり泣きです。おや、聞く。そちは泣いているの図星を刺されてか、はっとして。 慌てながら一層表を背けましたが、途端にほろほろと大きな雫が、その丸ま,まっちく肉の売れさかった膝頭に落ちちったので、退屈男の不信は当然のごとくに高まりました。今まで一度もそのようなことはなかったが、今宵はまたどうしたことじゃ。黙っていては分からぬ。兄が無役で。 世間にも出ずにいるゆえ、それが悲しゅうて泣いたのか水臭いやつよな。では、兄が毎晩こうして夜遊びに出歩きするゆえ、それがつろうて泣くのかわしに似て、そっちもなかなか強情じゃな。では、もう聞いてやらぬぞ。 もじもじきくじがいいもよってどうしたことかうなじまでもいじらしいもみじにそめていましたがふいに小声で何かを恐るるもののごとくに念をしましたではあのお聞きしますがお兄様はあの決してお叱りなさりませのかとつぜんいなことを申すやつよのう。 叱りはせぬよ、叱りはせぬよ。きっとでござりまするな。ああ、きっと叱りはせぬよ。いかがいたしたでは申しまするが、私今、一生一度のような悲しい目に逢っているのでござります。何一生一度の悲しい目とな。 は何じゃその死災があのいかがいたしたお叱りなさりはせぬかと思うて怖いのでござりますけれど実はあのお目をかすめましてこのほどから去るお方様とついちぎりおうてしもうたのでござります。何 何ほうほう。これはどうも容易ならぬことに相なったぞ。いや、待て待て。少々退屈払いができそうじゃわい。今座り直すゆえちょっと待て。それで、なんとか申したのこのほどから去るお方様とどうとか申したのもう一度申してみ。 いやなお兄様そのようなこと恥ずかしゅうて二度は申されませぬ <laughs> 赤くなりおったないやついそのよそごとを考えていたのでな肝心なところを聞き漏らしたのじゃそう言いおしみせずにもうそっと詳しいことを申してみ実はあの さるお方様とお兄様のお目をかすめましてついこのほどからちぎりおうたのでござります。うふ、フそうかそうかえらいぞえらいぞまだほんの小娘じゃろうと存じていたがいつの間にかえろう出世をいたしたないやあっぱれじゃあっぱれじゃ兄はこのようにして 女一人もてぬほど退屈しているというのになかなか隅に置けぬやつじゃそれでその去るお方とかいうのはいずこの何と申される方じゃい,いえそのようなことは後でもよろしゅうござりますゆえそれより早う大事なことをお聞きくださりませ実は 毎晩お兄様がお出ましの後を見計らって必ずお越し下さりましたのにどうしたことか今宵はお見えにならないのでござります。何ゃ、きつい用事を申しつくるつもりじゃな。ではこの兄にその方を連れてまいるよう恋の使いをせよというのじゃな。 そのような冗談めかしいことではござりませんぬ。いつもきっと5つごろから4つごろまでにおこし遊ばしますのに、どうしたことか、今宵ばかりはお見えがございませんなんだゆえ、打ち案じておりましたところへ、お使いのものが飛んでまいられまして、ふいっとそのお方様がお行方知らずになられたと、このように申されましたのでございます。何 雪形知れずになったとなそれはまたいつごろのことじゃったお兄様がお帰り遊ばしましたほんの四半時ほど前にお使いの方が探しがてら参られたのでござりますほうほうのう少しこれは世の中が退屈でなくなったかなと言わぬばかりにしみじみとした表をあいまい きくじの方に差し向けて何事かをややしばし考えつめていましたががぜん旗本退屈男と異名をとった早乙女門戸の助はその目にいつにない乱々とした輝きを見せると言葉さえも強めながら言いました「よしはいわかったではこの兄の力を貸せと申すのじゃな」あい このようなみだらがましいことをお願いしてよいやら悪いやらわからぬのでござりますけれど私一人の力では工夫もつきませなんだゆえ先ほどからお帰りを今か今かとお待ちしていたのでござります。そうかいやなかなか面白そうじゃわいわしはろくろく恋の味も知らずに過ごしてまいったが。 人の恋路の手助けをするのも存外に悪い気持ちのしないもののようじゃ。それに他の探し物ならわしなんぞコメントをくそうて手も出すが嫌じゃが、人間一匹を拾い出すとはなかなか味な探し物じゃわい。心得た。いかにもこの兄が力になって使わすぞ。まあ。では。 あの菊の願い叶えてくださりまするか自慢性自慢性、え装置も一緒になって自慢せえ早乙女モンドノスケは退屈する時は人並み以上に退屈するがいざ立つとならばこの通おり諸刃流と直気山千二百石の音がするわい。 ござりますうれしゅうござります。ではあの今よりすぐとお出かけくださりまするかせいかでもまいるまいる。こうならば退屈払いになることゆえやはんだろうと夜明けだろうとまいてつかわすがいったいそちのいとしい男とか申すのはどこの何と言われるかたじゃ。 貴様のお下屋敷にお使いの霧島京やと申される方でござりますえろう優しい名前じゃなではそのやどのとやらを手土産にして拾ってまいらばよいのじゃなはいどちらになりとお気ままに真っ赤な顔をいたしてかわいいやつめが。 どちらになりとは何を申すざ。守備を連れて参ったら、のろけを聞かしたその罰に、うんと芋がゆの地層をしろよ。愛武のこもったやゆを曖昧に残しておいて、霊のごとくに深々と僧十郎頭巾にその表を包みながら、やがて悠ゆ々うゆうと素足にせったの粋な歩みを表に運ばせていくと、 すわれるように深夜の闇へ消え去りました4表はむろんもうこつのぎでこの辺たりただ聞こえるものは深夜の空にびょうびょうと不気味に吠える野犬のうなり声のみでしたその深い闇の道を退屈男は影のみの男のように足音も立てずスイスイと 宮戸川べりに沿いながら行くこと七丁波も死んだようでしたがそこの岸辺の一角に目指した榊原大内機構の押しも屋敷を発見するとがぜんつま先までもそうそうとして音を立てんばかりに引き締まりました緊張するのも無理はないほとんど3年越し退屈しきっていたところへ突如として今 腕力か知力か、少なくも何ほどか、問答の助の力を必要とする事件が降ってはいたのです。無論まだ、諸波流青岩崩しを要するか否かは計り知らないことでしたが、事の急は、それなる霧島京也といった男の行方不明事件が、自発的のものであるか、他より誘拐されたものであるか、 誘拐されたものとするならおよそどういう原因のもとにどういう方面の者の,の手が伸びているかまず第一にそのことをかぎ知る必要がありましたので敵か味方かもわからぬ大内規の下屋敷を目指しつつぬかりなく歩み寄るとそれとなく屋敷の構えを伺いましたそもそもが この辺り、隅田川べりの押しも屋敷は、ほとんど大半が別荘代わりを目的のものでしたので、警護の具合なども割に簡単な構えでしたが、しかし簡単とは言うものの、榊原大内機構は、ともかくもおろくだか十二万石の宝手です。留守を預かる藩士の者も,も相当の数らしく、御門の厳重。 お長屋の構えなかなかに侮りがたい厳しさでした。もちろん正々堂々と押し入ったにしても、紋度の助とて無役ながらも天下五色さんの一人とすれば、榊原十二万石ぐらい、何のその恐るるところではなかったが、みだりに事を荒立てて正面切って押し入ったのでは、事件を隠蔽される懸念がありましたので、まず、 事実の端緒をつかむまではと退屈男は影のように近寄りながら、帝内の様子を伺いました。と、五門前まで近寄ったとき、近りと目に入ったものは、その武者窓囲いにされている五門番詰所の中から、漏れるともなく漏れてきた明かりです。深夜の9つ過ぎに五門番詰所の中から、 なお明かりの見えていることは、未だに誰か外出していることを証明していましたので、何人が門を預かっているか、そっと忍び寄りながら、武者窓の隙から中を覗いてみると、少しこれが不審でした。六高十二万石の御門番ですから、屈強な御番子が門を預かっているのに不審はないが、 よほど退屈しているためにか、それとも目がないほどに好きであったためにか、一人でしきりに将棋を指しているのです。それも何か難しい詰め手にでもぶつかったものか、やや顔をおめながら、やけに腕をこま抜いて考え込んでいる姿が目に映ったので、退屈男は急に何か素晴らしい奇形をでも思いついたもののごとく、 にんめり微笑を漏らすと、そのむしゃまど下にぴたり身をひらみつけて、わざと声色を作りながら、突然、陰にこもった声で呼びました。ご門番、こりゃあ、ご門番。屋敷が隅田川へ臨んだ位置であったとこへ、その呼び方が並大抵な呼び方ではなく、 さながらカッパが淵のカッパが人をフの中へ呼び入れるときに呼んだ声は、こんな呼び声ではなかったろうかと思われるような、気味悪く陰にこもった声で、ご門番とやったので、番詞は少々ぞっとしたらしく、こわごわやってきて、こわごわ窓から表を覗くと、キョロキョロあたりを見回しながらつぶやきました。ふんどの、 確かに今、君の悪い声で呼びやがったがな、気のせいだったかな。覗いて姿のないのにいぶかりながら、また将棋盤に向かったらしいのを見ますと、退屈男の同じ不気味な声色が深夜の空気を震わして、陰々と聞こえました。ご門番。こりゃ、ご門番。 知気い嫌な声でまた呼びやがったな。どうかのやつだ。コワゴは差しのぞいて、コワゴは探しましたが、ちょうど格子窓の出っ張りの下にひらみついているのですから、わかるはずはないのです。不気味そうに帰っていったのを見ますと、追いかけながらまた退屈男の言う声が聞こえました。ご門番。 ゴリゃー、ご門番。とうとう勘に触ったに違いない。ふざけたまねをしやがって、どこのかっぱだ。化かそうと思ったって馬かされないぞ。セリフは勇ましいが震え声で、こわごわくぐりを開けながら、恐る恐る顔をのぞかしたところを、武道鍛錬のさえをもってぎゅっとつかみをさえたのは、 言うまでもなく退屈男です「いてえ、うぬかかっぱのまねをしやがったのはうぬか!」。叫ぼうとしてもがいた口へ手もなく平手のふたをあてがっておきながら軽々とこわきへ抱え込んで悠々ゆうゆうと門番詰め所へ上がっていくとパラリと覆面をはねのけて「これを見よ!」と言わぬばかりに万氏の目の前へ差しつけたものは。 吉原中之町で道場荒らしの赤谷伝九郎とその一頭を人にらみに失踪させたあの三日月の傷跡鮮やかな蒼白終葬の看板瀬でしたよっご貴殿は皆まで言わないでもいいこの傷跡で誰と分からば素直に致さぬと諸覇流青岩崩しがものを言うぞ。 東下屋敷に勤番中と聞いた霧島京弥殿が行方知れずになったよし承ったまわったゆえ取り調べに参ったのじゃ知れる限りのことをありていに申せ。は申します申しますその代わりこのねじあげている手をおほどきくださりませ。 これ式のことがそんなにも痛いか骨までが折れそうにござります。はてさて大名というものは崇峡なお道楽があるものじゃな。ご門番といえば藩士の中でも手だれものを配置いたすべきが情なのにその措置ですらこの入弱さは何としたことじゃ。<laughs> 十二万石を食らう米の虫をのう。ほらではこのとおり自由にいたして使わしたゆえ何もかもありていに申せ。事の起きたのはいつごろじゃ。かれこれ四つごろでござりました。宵のうち急ぎのようがござりまして出先からお帰りなされましたところへ。 どこからか日宿のに慌ただしいお使いのお文が参ったらしゅうござりました。それゆえ、取り急いですぐさまお出かけなさりますると、その折もお手前がご門を預かっていたのでござりまするが、出かけるとすぐのように、じきあそこの門を出た往来先で、ふいに何やら格闘でも始めたような物騒がしい叫び声が上がりましたゆえ、不審に存じまして、 見調べに参りましたら、七八人の黒い影が、早かごらしいものを一丁取り囲みまして、逃げるように立ち去ったその後に、あほら、ご覧くださりませ。この脇差しとこんな手紙が落ちていたのでござります。他人の心証を犯してはならぬと存じましたゆえ、中身は改めずにござりまするが、手紙の方の上書きには、 やの宛名があがり、これなる脇差しがまた平勢京や殿のお越しにしていらっしゃる品でござりますゆえそれこれを思い合わせましてもしや何か身辺に返事でもが湧いたのではあるまいかと存じ日頃京や殿のお立ち回りになられる箇所を手前の記憶している限りいちいち人を使わして 念のために問い合わせましたのでござりますがどこにもお出回りなさった形跡がござりませぬゆえどうしたことかとどうやくともどもに心痛している次第にござります。ほうほうそれゆえわしの留守宅にも問い合わせのお使いが参ったのじゃな。では念のためにそれなる往来へ落ちていたとかいう二品を。 一見痛そうぞ。店。せ。手に取り上げて調べていましたが、脇差しはとにかくとして、不審を打たれたものは手紙の裏に小さく書かれてあった、菊」という女文字です。はてな。曖昧の菊ク字ではないかと思われましたので、ばらりと中身を押し開いてみると、 取り急いだらしい短い文言が次のごとくに書かれてありました。「大事出退、この情ご覧次第至急お越し下されたく」「お待ち上げ参らせ騒々」「菊地」「いぶかりながらしげしげと見ながめていましたがふと不審の湧いたのはその筆跡でした。 妹菊地は彼自身も言葉を添えて確かにお家流を習わしたはずなのに手紙の文字は似てもつかぬ金麦流の地筆だったからですのみならず延べ紙の左端に何やらべっとりと油じみたシみの跡がありましたので試みにそのにおいを嗅いでみるとこれがあさましいことにはあまり上等でない倍加工のシみでした 菊地が好んで用いる髪の油はもっと高貴な香りを放つ白無香のはずでしたから退屈男の両目が乱々として異様な輝きを帯びたかと見る間に鋭い言葉が断ずるごとくにはかれました。バカ者たちめが偽の手紙を使ったな。とたんご門番殿。 はだいま帰りましてござります。お開けくだされませ。言う声とともに、万氏があたふたと駆け出していった様子でしたが、ご門を開けられると同時に、不審な一丁のか,らかごが、帝内に運び入れられたので、当然退屈男の鋭い目が探るごとくに注がれました。と、これがいかにも期待なのです。 金病を打った飾りかごに不審はなかったが、いぶかしいのは赤いちょうちんそのものです。焼けて骨ばかりになったのが、もう一つ棒花の先にかかっているところを見ると、出先でその新しい方を借りてでも来たらしく思われますが、期待なことにそのちょうちんの紋所が大名屋敷や武家屋敷などに見られる門とは、 あまりにも縁の遠い、るに「ちょう」という文字を染め抜いた、ひどくなまめかしいもんでした。作りもまた、しぼね作りのいともいきなちょうちんでしたから、どうも見たような、と思って考えているその胸の中に、はしなくも、ちかりとひらめきあがったものは、退屈男が〇三年さまよって、見覚えるともなく見覚えていた、 るはご町外の往来途上などでよく目にかけた太夫花魁どもの文情珍です。ど理りでいきじゃと思うたわい暇があらば人間色町にも出入りしておくものじゃな。つぶやいていたかと見えましたが間を置かないで鋭い質問の矢が飛びました。その籠は誰をどこへ連れ参った帰り籠じゃ これは、その、何でござります六尺どもが言いもよったのを、五門番の番子が慌てながら引き取って言いました。お上屋敷へ急に御用ができましたゆえ、ご愛称のおぎの方様が今しがたお召しになられての帰りでござります。何では、当下屋敷にはご愛称がいられたと申すか は少しくご所労の君でござりましたゆえもう久しゅう前からご滞在でござります。ほうほうのお大名というものはなかなか粋なおめかけをお買い置きなさるものじゃな。皮肉交じりにつぶやいていましたがご愛称が病気保養に長いこと滞在していて同じ屋敷に名前を聞いただけでも やさ男らしい霧島京也というような若者が勤番していてその上ご愛称は上屋敷へ行ったというにもかかわらず籠の持って帰った提灯の文様は狂わじたての生き方でしたから早くも何事か見通しがついたもののごとく退屈男のズバリという声がありました「その籠暫時借用するぞ」 なななりませんぬ。これはシモジモのものなどがみだりに用いてはならぬお神様のご常用かごでござりますゆえ。せっかくながらおかしすることなりませんぬ。ひかえ。シモジモのものとは何ごとじゃ。榊原大内喜好が十二万国の大天下諸侯ならば、わしとておとらの天下のおじきさんじゃ。じきさん旗本。 紋度の助が借りるというなら文句はあるまい。こりゃそこの六尺ども苦しゅうないぞ。そのように震えていずとはよいけ。威嚇するかのごとくに言い,いながらずいっとタレをあげて打ちのると落ち着き払って命じました。さあ行け行け。いけ 今、そちたちが行って帰ったばかりのるわい参るのじゃ。いぜよく飛んで行け。五。隠して乗りつけたところは、水客・氷客の行きも帰りも悩みの多い吉原大門前です。むろん、もう客止めの大門は閉じられていましたが、そこへ行くと、 水戸瀬越しのお顔がものを言うのだからかなわない。早乙女紋度の助、またまかりこすぞ。会所の狂わ役人どもを尻目にかけながら、ずいっとくぐり抜けて、さっさと上がっていった家は、意外といえば意外ですが、先ほど宵いのうちに待ち伏せていて、連舫のくぜつをかきくどいたあの金茶女郎水波のいる 次郎でした。喜びあがったのはむろん水波です小郷士女郎のところへ謎はどう間違ったにしても舞い降りてくださるはずもないおじきさんの旗本がそれを向こうから灯籠したのでことごとく思い上がりながらあだめかしく両方をくれないにポッと染めてるいつくように言いました「まあよう来てくんなました」。 ではあの、わちきの願いをかなえてくださるきでありぃすか待て待てかなえるかなえないは二の次としてちとその前に頼みたいことがあるが聞いてくれるかええー、もうぬしさんのことならどのようなことでもさようかかたじけないかたじけないまるに蝶の字を染め抜いた看板の持ち主は。 どこのたゆさんじゃったかなまあくるわがおうちのようなぬしさんでありいすのにそのもんどころならば黄金牢の長寺花んではありいせぬか。おおさようかさようかその長いらんの様子をこっそり探ってきてほしいのじゃがな言ってくれるか。そしたら。 はの願いもかなえてくんなますかえ風と日よりしだい随分とかなえまいものでもないによって行くならはよ行ってきてくれぬか喜び勇みながら出て行ったと思うやまもなく色めきたって帰ってくると驚くべき報告をいたしましたいぶかしいお客様方ではありいせぬか長次さんのところには ゆいしょありげなおなごのお客さんに美しい若衆がご一緒でほかに六七人ほども乱暴そうなお武家さんがご一座してざましたよ。何若衆に女なごの客とな。ご苦労じゃった。今宵は許せ。また会うぞ。さっそうとして立ち上がると例の相十郎頭巾のままで。 直ちに行き向かったところは、揚げ屋町の黄岩楼でした。モンドノスケじゃ、長寺太夫に血統休養があるによって、このまま通っていくぞ。言い捨てながら、ずかずかと上がっていくと、言葉もかけずにさっと長寺太夫の部屋の障子を押し開けました。と同時に目をいたものは、 なんたるさたのかぎりの光景でしたろう。そこの部屋の隅に、ほとんど震えるばかりに体を小さく縮こまらせている美しいおこしょうに向かって、左右から二人の女が威嚇し、叱り、すかしつつ、飲めぬ茶屋酒を無理強いにしいつつあったからでした。一人の打ちかけ姿であるのを見ると、無論のことに、 それが長寿太夫であるに相違なく、他のお部屋姿であるのを見ると、これまたお杉の方であることは言うまでもなく、よりもっと驚いたことは、なんたる奇遇というべきか。そのびびしい若者こそは、戦国酔いの中の町で、赤谷伝九郎たちから救い出してやったにかかわらず、不審にも煙のごとく消え去った、 あの若まげでしたからさすがの退屈男もいささか意外に思って見るや同時にまず呼びかけましたそなたが霧島京ど殿かああなた様はあのキン姿でそれと知ったものかはじいるようにもじもじと赤くなりながら言おうとしたのを紋度の助は言うなとばかり手で押さえておいて パラリと頭巾を払いのけると、蒼白囚なあの顔に無言の威嚇を示しながら、黙ってお杉の方をにらみつけました。まあ、その三日月型の傷跡は。身を隠そうとしても、もう遅うござるわ。驚いて逃げ出そうとしたお杉の方を、ズバリと重々しいひと言で威嚇しておくと。 屋の方へ向き直って聞き尋ねました先ほど中の町で消えうせたのは菊池の兄がわしと知ってはいても会ったことがなかったゆえに見とがめられては恥ずかしいとそれゆえ逃げなさったのじゃなはおも申さずに失礼してでござりましたいや そうとわからばかえっていじらしさが増すくらいのものじゃ。もはやこの様子を見た以上、機械でもおおよそのことは察しがつくが、でも念のために承ろう。一体いかがいたしたのじゃ。お杉の方に気兼ねでもあるかのごとく、もじもじと京弥が言いもよったので。 たいくつ男は千金の重みのある小わねで強く言いました「大事ない早乙女紋度のけが天下おじきさんの意見にかけても後ろ盾となって使わすゆえ隠さず申してみられよ」では申しまするがお杉の方が久しい前から手前に。 身分をわきまえぬ横れんぼをいたして、言い迫ったとでも申さるるか。はあ、なれども、いかに仰せられましょうと。殿のおめをかすめたてまつって、さような道ならぬふぎは霧島京や、命にかけても愛なりませぬ。それにまた、ほかにちぎりかわしたものがあるゆえ、 そのものも江みさを立てる上にもならなかったと申さるるかはっお察しなされてくだされません。いやよくぞ申された。それ聞かばさぞかし菊児も、いやそのちぎりかわしたものとやらも泣いて喜ぶことでござろうよ。そのものの兄もまたそれを聞かば。 とよぶでござりましょうよだが少し不審じゃな。おぎの方といえば、仮にも十二万石の息のかかったお愛称。にもかかわらず、かような場所へ底本をさらって参るとは、またどうしたことじゃ。別にそれとて不審はござりませぬ。こちらの長次様は、 以前お屋敷にご奉公のお越し元でござりましたのがゆえあってこの里に身を沈めましたのでそのよしみをたどってお杉の方様が手前にあのような偽の手紙をかわしましてまんまとこのようなみだらがましいところへいざない運び嫌がるものを無理やりに今ご覧のようなおふるまいを遊ばされたのでござります。った時 物音で知ったものか、強盗を引っさげて、突然そこに姿を見せた者は、さらに意外。紛れもなき酔いのあの赤谷伝九郎でしたから、退屈男の蒼白な表に、さっと市松の土器が走ると、さえた声が飛んでいきました。さては、うぬが、この淫乱めかけのお先棒になって。 京屋のをさらって参ったのじゃないよよ、またしても悪い奴が嗅ぎつけて参ったな。酔いの口にも日やめを今一息で守備ようさらおうとしたら、いらぬ邪魔だてしやがって。もう、こうなれば破れかぶれじゃ。切られるか切るか、二つに一つじゃ。抜け抜け愚かなやつで。 場所柄もわきまえず、にわと強盗をさやばしらしましたものでしたから、退屈男はにんめり冷たい笑いを乗せていましたが、ぴりりと腹の底までも威嚇するような言葉が静かに送られました。バカ者めが、この三日月型の傷跡は、どうしたときにできたか存ぜぬか。だが伝九郎は、 急を知ったと見えて、どやどやとそこに門弟たちがおのおのおっとり刀で駆けつけてきたので、にわかに気が強くなったに違いない。怖いものをも知らぬげに、ぴたり強盗を門戸之助の面前にぎしました。さすがに一流の使い手らしく、なかなか侮りがたい喧騒を見せていましたが、しかし、退屈男の着物太さはそれ以上でした。 <laughs> 並んでいるな。いやご苦労じゃご苦労じゃ。ではやどの今頃泣きぬれて生きた心持ちもせずに待ち焦がれているものがあるゆえ先を急ごうよ。バカ者どもの鎖地を見たとて何の足しにもならぬからな。それからお杉の方に一言申しておきますが。 せっかくながらこのかわいいやつは、手前が家の土産にもらって参りまするぞ。後にてかわらものなと太鼓なと、お気がすぐまでおかわいがりなさいませよ。では、そろそろイるかの。言いつつすっぽりと表を包んで、京屋を後ろに従えると、不敵にも懐でをやったまま、 刃の林めがけてスイスイと歩み近づきました。だのに伝九郎の一刀が一子をさえも染めることができないから期待です。これが人の五体から放たれたる剣の奥義の素晴らしい威力というものに違いないが退屈男の物静かな歩みがスイッと一歩近寄るとたじたじと二歩剣の林が後へ引き また一歩すいっと行くと、三歩またたじたじと後へのき、しかもとうとう人たちすらも挑みかかりえないうちに、良人の姿は悠々と表の方へ行き去ってしまいました。しかしその表には、あだめえた強敵がいまひとり退屈男を待ち伏せしていたのでした。それはあの 三茶女郎の水波みで、姿を見るや駆け寄るようにしてその袖を捉えにかかりましたので、退屈男は女の言葉がないうちに言いました。許せ許せ、先ほどの約束を果たせというのであろうが、わしはいたって無水者でな。なごをあやす道を知らぬのじゃ。もう謝った。許せ許せ。 言い捨てると袖を払ってさっさと道を急ぎました。それなのに屋敷へ帰りつくや、うなじまでも赤く染めている菊字の方へ、これも一面のもみじを散らしている郷屋をずいっと押しやるようにすると、至って生きな言葉をぽつりと一言、愛部のこもったやゆとともに言いました。 わしの体はごく都合がようてな目に見て毒なものがあったり耳に聞いて毒なものがあったりするとじきに若めくらになったりにわかつんぼになったりするゆえ遠慮せずこの目の前でずんと楽しめよこんな兄はないうふふという退屈男のすがすがしい笑いがはぜて のどかに夜が明けましたそうしてこの小気味のいい男の小気味のいい物語はこれから始まるのです。